はい、こんにちは、つっちーです。今日はですね、おすすめ商品をご紹介させていただきたいなと思います。こちらです。ワコーズのスーパーハートですね。多分ご存知の方も多いと思うんですけれども、まあミニのフェンダーだったりの樹脂パーツの艶出し剤ですね。で、まあよくあるオイル系の艶出し剤と違って、こっちのスーパーハートの場合だと、ガラス状の硬質皮膜を、形成するタイプになるんで、まあベタついたりとかっていうのがなく、まあ耐久性もすごくいいんで、まあちょっとその辺今日は、どんな感じで使ってどのぐらいツヤが出るのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。で、早速なんですけれども、一応中身はこんな感じのちっちゃいボトル、 150ml 入ってるボトルが入ってます。で、あと、まあ、専用のスポンジが10個ぐらいついてきます。で、これを実際本当にちょっとで結構あの範囲が濡れるんで、本当にちょっとだけこんな感じでスポンジに染み込ませてもらってやっていきます。で、ちょっと今回塗ったところと塗ってないところの効果が分かるように、ちょっとフェンダー半分だけ塗っちゃいます。こんな感じですね。本当にちょっと塗っただけで結構な範囲が塗れます。で、これボディにつくと完全に硬化しちゃうと取れなくなっちゃうんで、まあ本当にボディに近い部分に関してはマスキングしたりだとか避けてもらって塗ってもらった方がいいと思います。で、今ちょうど半分塗れたんで、これでまず5分乾かします。はい、5分経ったらですね、乾いたタオル、まあ、マイクロファイバーなんかで軽く拭き上げます。で、拭き上げないとどうしてもムラになっちゃうんで、必ずこの作業は行ってください。こんな感じですね。はい、じゃあ早速ちょっと塗ったところを見ていきたいと思います。塗ったところはこんな感じでツヤが出て真っ黒になってますね。で、ここから塗ってないんで、まあ、違いがかなりはっきり見て取れると思います。で、硬化するのには24時間かかります。で、完全硬化にはだいたい1週間ぐらいかかるんで、まあ、だいたい1週間ぐらいは、まあ、洗車だったりをちょっと控えてもらって、まあそのまま放置してもらった方がいいと思います。はい。で、一応耐久性、メーカーの方は一応6ヶ月から12ヶ月まあ謳ってます。なんで非常に耐久性があるツヤ出し剤になってますね。はい、そのわけで今日はおすすめのメンテナンスグッズ、ワコーズスーパーハートをご紹介させていただきました。で、他にもワコーズの商品いろいろ取り扱ってますんで、まあ、お気軽にお問い合わせください。土がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。